756年7月9日記録、ついに私の研究も完遂する。自我を確立したままの死骸か、さらにはその気化死骸を意識を残したまま魔導兵器化することに成功した。昨季は魔導兵器としての能力はダイヤウェポンには及ばぬが、問題はない。気化死骸の形で幾度となく乗り換えることができるからだ。全ての問題は解決された。あとはこの体で体現するのみ。人としての最後の記録に謝辞を述べよう。我が研究をここまで後押ししてくれたアーデン・イズニアに対する感謝だ。かの者との出会いによって私は神を凌駕する究極の存在に至るからだ。アーデン、なんであいつの名前ばっかり出てくるんだよ。全部あいつのせいで。
んだ。それじゃあね。やっ。行くぞ。
コード XDA1002 インモルターリズ気化死骸装填完了。意識混濁なし。全システム正常。インモルターリズ起動。外だ。Oh, shit.
大丈夫かい？うん、これでよかったんだ。自信持ちな。自分で決めたんだろ。ですよねなんて。俺、急いでノクトたちの後を追うよ。クリスタルを取り戻す。それがノクトの使命なら、俺もそれを手伝いたい。もしかしたら、俺が先に取り返せちゃったりして。調子出てきたじゃない。本当のこと話して、みんなが俺のことを受け入れてくれるか不安だけど、俺がどうしたいか自分の言葉で伝えなきゃ。だからちゃんと言うよ。いい顔になったじゃない。この先へ進めばテートだ。アラネア。ん？ありがとう。パパパパン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 パパン。
悪かったな、プロンプト。え？まんまと騙されて本当悪かった。あ、はあ、本当にね、付き合い長いのにショックなんですけど。なんてね、俺も騙されちゃったしね。いろいろ蹴りついたら生まれとか関係ねえ国にしようぜ。え？めんどくせえし、そういうの。なんか今のノクトすげえ王様っぽい。まあな、変えようぜ、お前も一緒にさ。うん、任せて。